はい、皆さんこんばんは、みとくでございます。今回は、白猫プロジェクトハンターハンターコラボということで、こちらね全部コンプリートしました。で、結構難しかったというか悩まされたところがあったので、そちらをちょっとやってみようかなと思います。お手柔らかに。こちらのね、試験その3、これです。さあ、金の壺を特定の位置へ運搬ということでね、これねもう本当に悩まされましたよ。難しかったっていうかね、ちょっと勘違いしてたんですよね。これ多分勘違いしちゃう方いるんじゃないかな。特定の位置へ運搬っていうのが、このスイッチをね、スイッチのところに運ぶ、運ぶだけだと勘違いしていたんですよね。なのでここは結構やり直しを何度も何度もしまして、本当にわ、なんだよこのクエストクリアできないじゃんって思いながら、なんとかクリアできたところでございます。そしてここを踏んでなかったんだ。よし、これで一回戻りましょう。ワープ OK で戻ったら、左側は、ね、特に行く必要が なかったんですね。特に行かなくていいので、真ん中にこの金の壺を運びます。そしたらここにいっぱい、やばい、待って待って、おじいちゃんおじいちゃん、スキルが出なかったよ。本当だったらアーマーバリアあるのでなかなか死なないキャラなんですけど、ちょっとミスしました、ミスりました。そしてここの端っこに宝箱がいっぱい出るんで、でこれも取りたいよね、どうせならまだ時間は余裕があるから OK。 そしてこの金の壺をここに運んだらクリアなんですよね。これ騙された、これ騙された人結構いるんじゃないですかね。やらかしましたよ。最初何度も金の壺をスイッチの上に戻して、あれクリアにならないってずっとやってましたね。でね、もう一箇所すごいちょっと苦戦したところっていうか難しかったところがあるので、そちらもやりたいと思います。この9の5、ね、ネテロ編の9の5の試練の終局ですか、ここが舞踏家だけだと制限時間内に殲滅できなくてすごい苦労しました。でここはどうやってやったかと言いますと、助っ人の月見ちゃんがすごく優秀で、ドラゴンライダーの月見ちゃんを連れていきます。まあ今回はもうクリアしてるので、ネテロ以外はちょっと舞踏家じゃないんですけど、ここ苦戦した方すごくいるんじゃないかな。制限時間内に、これがね難しいんですよ。これが厄介なんですけど、月見ちゃんの攻撃がすごく有効で、ほらすごいでしょ、月見ちゃんのスキル2を使ってもらうとかなりさっくりやっつけら、あ待って、どうなった、あれやっつけれてない、やばい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 、おじいちゃん頑張るんだ。 OK で、ちょっとまずいね、ちょっとまずいね。 SP 回復して、ここも月見ちゃんに倒してもらいます。なんとかこの月見ちゃんを生きたまま最後までいければなんとかクリアできるんじゃないかななんて思ってますが、うまいことこうスキルを出してくれるかな、お願い。 OK ナイス。さあこっちもスキルを出してくれ。待って、まずいよねこれは。なんか OK 月見ちゃんナイス。あでもここまで来ればなんとかなりそうな気がしてきました。オッケーオッケーオッケー、いいね。さああと1匹かな。まあでもここまで来れば、あとはまだいたまだいました、いけるっしょ。オッケー、まだいる。どんだけ出てくんすかこの人結構舞踏家だけだときつかったりしますよね。あ、月見ちゃんがやられてしまった。
これでクリアですかね。でここの宝箱を回収したら、あ、まだいる。やばい、これはやばくなってきた。月見ちゃんがやられてしまった。これは結構きついぞ。あ、でもね、まだ3分ありますから、これいけそうな気がする。もうあとは自分の力で頑張りましょう。でこのネテロのあのチャージが、うわー、掴まれた、やばい。チャージがね、いいですよね。 SP 回復が、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、やめて、やめろやめろやめろ、無理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 、よっしょ、ちょっと待って、やめろ。これで SP 回収がすごい楽。待って待って、もういいよ。スキル2を使って倒したいな。あとちょっとだよね。でもあともう一回使えば倒れるかな。あー、倒れない、くそー。回収回収、ちょっと近かった。近いところで撃っちゃダメだ、これ結構きつくなってきた。あ、オッケー。あー、まだ1匹いんの。うっそ、もう終わりだと思ってたよ。安心しちゃった今。よし、これで遠目から撃てばいいんだね、ネテロの場合は。よし、クリアした。あの最初に月見ちゃんでもうすごい勢いで倒してもらったので、これがないと結構制限時間内にここクリアするのきついなーって思いました。そんな感じでかなり助っ人さんには助けていただいてクリアすることができました。もしもね、ここで苦戦してる方いたら、ぜひ助っ人を月見ちゃんにしてみると、もしかしたら楽にクリアできるんじゃないかなと思います。ちょっとね、失敗しちゃったんですけど、もっとうまくできるはず。最後まで月見ちゃん残ったままいけると思うんで、ぜひやってみてください。ということで今回はハンターハンターのクエストを自分がちょっと苦戦したところをやってみました。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。